頑張って筋トレしてるのになかなか痩せない、エクササイズしてるけど脂肪が燃えてない気がする、そういった方におすすめなメトロノームを紹介します。このメトロノームは走ったりするよりも脂肪が効率よく燃えるんです。今回は脂肪を燃やすための方法とエクササイズ半分ずつ紹介していきますので、しっかり理解してもらった上でエクササイズを行ってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるために走ったり歩いたりする人多いと思います。実はランニングよりウォーキングの方が脂肪が燃えるんです。筋トレよりもウォーキングの方が脂肪が燃えるんです。ランニングというのは呼吸が乱れたり強度が高かったりすると糖をエネルギーとしてしまいます。そこで呼吸が乱れない一定な呼吸を続けることができるウォーキングというのは脂肪をエネルギーとして行うんです。要するに強度が高いほど糖を使う、強度が軽いほど脂肪を使うということです。そこでおすすめなのがメトロノームです。これを1日3分行っていくだけでランニングするよりも効率的に脂肪が減っていきます。スマホ持って揺れるだけです。動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。3分行うんですけども1分ずつ強度が変わります。まずは楽な強度から進んでいきましょう。足を肩幅にしてもらってスマホを持ってこのまま体を左右に揺らすだけです。足を上げたら気持ちストップします。そうすることで歩く際に使われる中臀筋や小臀筋、体を動かすために必要な股関節周りの筋肉をしっかり使うことができます。ここの筋肉が鍛えられることによって日常的な活動量が上がるので消費カロリーも上がります。まず1分間一緒に揺れてみましょう。息は止めないようにリラックスした呼吸でいきましょう。それではいきます。スタート。息が上がらないペースでしっかり呼吸をね意識して一定のリズムで呼吸をしてください。2往復で1呼吸とか自分のリズムで行ってください。全然辛くないよって思ってるかもしれませんが、こういったことがね脂肪が燃えるきっかけになってきます。体を全く動かさない場合って意外と呼吸が浅くなってしまってたりするので、このようにウォーキングのようにね体を動かすことによってちゃんと呼吸をねリズムよくできてます。そうすることで脂肪燃焼ができます。あともう少しです。はい、OK です。次は少し膝を曲げた状態で同じように行います。もしもも辛くなったらもう一度膝を伸ばして行ってもいいです。できれば少し膝を曲げた状態で動きましょう。いきます。スタート。これはね柔らかいところでも硬いところでもいいです。ただ柔らかいところでやってしまうとちょっとバランスがね必要になってきます。バランス取るときってねやはり呼吸が止まりやすいんで呼吸がね止まらないように1、2、1、2といった感じでね息を吐いたり吸ったり意識してください。これ片足にね体重が乗ってるのですごくね股関節周りもお尻も太もものね遅筋が鍛えられます。側筋は糖を使うんですが遅筋は脂肪エネルギーとしてくれるので脂肪燃焼効率はねすごくいいです。あとちょっとです。はい、 OK。 はい、ラストはもう少し低くなってみましょう。お相撲さんのね四股を踏む感じでやっていきます。いきましょう。スタート。ラスト1分です。ももがね辛いよって方は少し上がってもいいです。できればね低く息が乱れそうになったらねこういう感じで止まる時間を長くしてもらってあまり息が上がらないように一定のリズムで呼吸ができるペースで行ってください。これがねしっかりねお尻の横とかに効いてスクワットとかよりもね意外と効率よくね呼吸が乱れないようにちょうどいいエクササイズなんです。これをね毎日3分、一人でやるのは孤独だと思うんで動画を見ながらねこういう感じで1日3分、あまり運動しなかった日とか歩かなかった日にね動画を見ながらやってみてください。はい、OK。 お疲れ様でした。
あまり息が上がらない運動、こういった運動って終わった後気持ちがいいですよね。特に汗が出るわけでもなく、すごく辛かったわけでもなく、あんまり頑張りすぎるメニューっていうのはどうしても続きにくいので、今回のねメトロノーム、脂肪を燃やしたいよって方は継続してやってください。毎日30日ぐらいね続けてみてもらったら1キロぐらい減ってると思いますんで、楽しみに継続してもらって、コメントで経過や行った日のチェック、丸などを使ってもらって、楽しくエクササイズをしていきましょう。頑張ってやったよ、楽しかったよ、そういったことはグッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。